がとう。230円のお釣りね。いや、ほら、サービスよ、サービス。やあね。誰がおばちゃんですって？いつものって何？私今日からヘルプで入ってるからわかんないのよね。そうなんだ。お母さんが倒れちゃってね。うん。私の名前は桐島小由美。お母さんは桐島敏子。ほら、名字一緒でしょ？何見とれてんの？とてもあのおばちゃんから出てきたものとは思えないって顔してるわよ。どっちかっていうとパパ似だから。で、何がいるの？ん？確保？ああ、あなたがともやくんか。なんで名前わかったんだろうって思ってるんでしょう。お母さんから聞いてる。ともやくんっていううるさい子がいるって。もちろんパンの確保の話も聞いてるけど、私の時はパンのお取り置きはやってないの。不公平じゃない？明日からちゃんと並んで買ってね。の選んでいいよ。言われても？これにするの？本当に？200円ね。文句あったら食べなくていいのよ。うん、ほら、早くしないとお昼休みなくなっちゃうよ。ありがとうございました。
なんですか？いえ、別にいないのでしたら構いません。失礼します。じゃなかったもん。ともちゃんと掃除の当番一緒だから確かなはずだよ。どこって？ここ教室だけど。じゃあともちゃんはゴミ捨てに行ってきてね。ちゃん用あるって言わないから。なんとかしてサボろうとしていろんな言い訳するから引き止めやすいんだよね。うん、ともちゃんがそう言うならそうしてみるよ。ねえともちゃん、今日はどっか寄ってく？じゃあまっすぐ帰ろう。お待たせ。
だよ。トモちゃんが迎えに来てくれたんだから当然だよ。ん？どうしたの、トモちゃん。え？どうして？どうしてそう思ったの？ねえ、それ本当？私ね、お母さんの声って大好きなんだ。だって、優しくって透き通ってて。ともちゃん、待ってよ。寄り道ってどこ行くの？ともちゃん、ちょっと待ってよ。そんなに走んなくったって売り切れないってば。でも私全然知らなかったよ。え？本当におごってくれるの？じゃあ、このパンすっごく美味しいね。今度からこのパンをお昼に買ってこっかな。何？でも、それでも美味しいパンなんだよね。じゃあ、それで良いんじゃないのかな。本当じゃなくても普通より美味しいんだったら満足だよ。それよりさ、そろそろ急がないと。え、ちょっと待ってよ。ともちゃん、ひどいよ。感心感心じゃないよ。遅刻しちゃうかと思ったよ。相変わらず今坂さんのことをいじめてるの？それとも喧嘩するほど仲がいいなんて言葉を信じてるとか？やだ、お父さんからかわないでよ。三上くん、席に座ったら？
やってるの？なんだかヤバそうな儀式じゃない？普通の人から見たらかなり怪しい部類の人だよ。誰よ、その奇特な人。なんか呼んだ？似た者同士って感じだね。ん？何が失礼なの？誰に話しかけてるの？ずいぶん歪んだ愛だね。うん、今日は母ちゃんが寝坊しちゃってな。外か。いいね。だな。おう。
そんなに急いでどこ行くのよ。だからちょっとだけ待ってよ。絶対逃げちゃダメだよ。あのね、今日の放課後なんだけど、放課じゃないってば、放課後。違うってば。なあ、トモヤ、今日これから予定あるか？たまにはゲーセンでも行ってパーッと遊ばないか？他の連中も誘ってるからさ。ほら、新しい格ゲーも入ったしな。